皆さんこんばんは。はい、第33回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、今日の予定は、はい、1つ目に北谷義弘プロの、2回目の30分マス割りチャレンジ。泣きのですね。あ、泣きの、はい、はい、2回目の30分マス割りチャレンジ。はい、2つ目に、第1回、栗林超人のクッションのことなら俺に聞け、はい、を解説付きでお送りいたします。はい、なお、30分マス割りチャレンジでは、北谷プロが何回マス割りしたかを応募したいと思います。皆さんどんどんご応募してください。はい、それでは北谷義弘プロ30分マス割りチャレンジ2回目、 VTR、 はい、泣きの2回目、はい、はい、押しますね。はい、はい、VTR スタート。はい、それでは、北谷義弘プロの、2回目の30分マス割りチャレンジスタートします。ちょっと待ってくださいね。はい、それではお願いします。顔が嫌です。気持ち悪い。はい、これはマス割りですね。はい、まっすぐっぽいですね。あ、まあ、結構熱いですね。あ、これもマス割りですね。2、3の2、これいいペースですよ。淡路は何ですか。はい、淡路は、いつオープンしたんですか。12月の19日です。はい、僕がこっちに来た時ですね。そうですね。はい、兄貴の誕生日で。ああ、そうなんですか。僕モンハンカーバーさんと2人で割ってプレゼントしました。モンスターハンターセカンド G。 はい、おーっと、これもまた本当にいけますね。はい、267コンビですね。はい、なしですね。はい、4-2です。今何分経過ですか。4分。
あ、いいペースですね。ワンラック1分、3分半。あ、素晴らしいですねこれ。さあ今4の2です。1連1連ですね。ここで回されてそうですね、今までの感じだったら。あー来ましたね、これはもうやりよ。あれこれは2番ですね。はい、おー入れましたね。あ、あったんですね。うん、いいですね。はい、そうですね。ちょっと今僕らは反対のテーブルで今見てますね。はい、さあ、この4、まあ5もトラブルじゃないですよね。うん、できましたね、もう。できましたね。やりようがないですね。うん、でも、なんかちょっと遠い。はい。遠いですよね。はい。まあまあ。はい。なんか、こうやって急いで着いた方がいい振りついてますね。はい、これはいいペースですね。1回おきに出てますが、15回はいけますね。15回。はい、大野さん。大野さんです。さあ、そろそろスタミナの方が切れていき、はい、次あれですからね、北谷に入れたカップ。いや、大丈夫です、大丈夫です。はい。いや、全然大丈夫。これいいですよ。ダイエットできますから、すごいいい。はい。ものすごい汗かき。はい、これも来ました。これも来ましたね。はい、一番。ピンク。はい、いいですね。オレンジ。薄かったですね。薄かったでしょう。買ったでしょう。これでも、今すごいお店がオープンしたばっかりで、新らしさですね。ブリエンの。テーブルはゴールドクラウン3のテーブルで。で、ポケットは玉3個。いや、3個どころじゃないんじゃないですか。はい、これは、ここのテーブルは北谷に教えるプロが選びました。はい。ここだったら出せるっていう。はい。これ2連チャン目ですね。はい。6の4。いいペースですね、これ。今何分経過ですか？6分半。ことは、6分経過ですね。うん。だから、ワンダック。あ、はい、なんか手玉がなんかいつも止まってるのに、今回はなんかすごい。僕も、ん？食事してるんじゃないですか？そうですね、キスインですね。チュッ。はい、みたいですね。はい、はい、2連、いや、はい、7の4。2連チャン止まりですね。赤狩り山プロと、僕と草野プロは5連チャン行ってます。5連チャン、はい、5連チャン行ってますので、北谷プロ前回3連チャンだったけど2連チャンが3連チャン。今回なんか手玉が反対に当たってばっかりいますね。はい、いいですね。はい、はい、適当ですね、ボンバーです。はい、諦めてますね。はい、次ですね。8の4。はい、今は9ラック目ですね。9ラック目。いや、こんな、何がですか、喋りですか？この感じで30ラックいけます。はい、これすごい痩せるんですよ。はい、30分だ、ノンストップ。あー、止めましたね。止めた時ほど嫌な球になりますね。はい、スクラッチですね。はい、9の4。はい、次10ラック目です。これダメージ大きいんですよ。いやー、今の顔面白かったですね。いや、なかなかね、いいブレイクしてもね、6の配置にならないのよく分かってるんで。はい、そうですね、手玉しっかり止まってましたけど、やっぱり蹴られる
そこをやっぱコントロールしないとダメですよね。蹴られないようにブレイクしないと。ああ、いいです。これもちょっと薄かったですけど、はい、これは来ましたね。これはもう来ました。どうする？マイクッション見てみたいな。あ、マイクッションね。で、5番。ああ、うまいですね。素晴らしいです。最高ですね。さあ、これどうするんでしょうか。ああ、足の裏を、これプロの技ですね。プロの技です。徐々にやっぱ熱くなってきて、はい、基本やっぱ熱いですね。そうですね、熱いです。いや、熱だな。はい、はい、ロングです。ロングついて慣れてます。はい、そうですね。はい、ロングですね。はい、熱いですね。これやりました？ちょっと気持ちとかは言ってんじゃないですか。あ、大丈夫です。でも熱いです。はい、これはマサリですね。もうまさかのあっていうのはないと思うんで。いや、熱いですね。熱いです。はい、これで10の5。今ちょうど半分ですか。はい、10の5。 50% マスアリ。はい、今のはロスタイムになりますね。手玉を落としたりするとすごいロスタイムするんで、もうそろそろスタミナが切れてくる。はい、これはもう大ピロに、はい、これはもうプロの、アマチュアさんはなかなかできないです。またマスクですね。まあ、基本やっぱ熱いネクストが好きみたいですね。あれ、大丈夫ですかね。やりましたね。カーブですね。やっぱプロはこれでも入れれるぞと。はい。はい。はい。ここでまた単発。単発です。15ラック目です。今何分ですか？15分ですか？15秒ぐらいですかね。14分15秒。はい、あー、いいブレイクですね。はい、はい、いやー、これは気持ちですね。これいいですね。あ、つきますね。あー、惜しいですね。はい、諦めました。はい、15分7。次は16ラック目です。ここで、50% 切りましたね。切りましたね。マスアリ確率が 50% 切ったところから。あーと、これはすごいタイムロス。球が引っかかってます、テーブルに。これは乱暴だっていうことですね。チョークをですね。チョークをインしてさせて。あー、なるほど。はい、徐々に。そうですね、こういうのがね、焦るんで、こういう後の配置っていうのは必ず良くないんですよ。もう疲れてますからね。はい、はい、体脂肪的なものを燃やし始めてるくらいな、うん、おー、これ来ましたね。これは一番入れてネクスト熱い。あら、結構難しいんじゃないですか。あ、そうですね。さあ、次4番です。あの、ひでちゃん、あの、北谷プロの弟さんが、あの、ご飯ができたということなんで、はい。僕は、あの、たった一人で喋ります。さあ、これで16分の8です。10秒経過。さあ16分。ここでちょっとペースが上がってくれるといいんですけど。ああ、いい取り出しですね。これぐらいはいつも入れてるんで何ともないと思います、ね。はい、これぐらい入れますよね。熱いですね。はい、ここでまた単発ですね。はい、18ラック目です。
り前回と一緒で30ブラック以上はなんか独り言言ってますけど30ブラックはいきそうですね。藤井プロがうちのジャストドゥイット専属の藤井プロが36ラック中ですね。36ラック中3回だ4回だね。ああこれは来ましたね、来ました。ああこれは見えてないっぽいですね。はい、ああ惜しかったですね。クッション見えてたんですけどね。はい、ここでちょっとストップペースダウンしてますね。マスワリが出てないですね。あと5回で赤ガリアンマプロの記録に並びます。さあ第19ラック目、はい、ああ1番入りました。1番入って2番が、ああこれはどうですかね、カットあるんでしょうか。5番に当たりました。ありました。さあこれですね、これを決めないと。まあ今ので9番が途中で入ったりするとフットに上がるんで、コンビネーションもフットに上がります。はい、やっぱ素晴らしいですね。何球も簡単に入れちゃいますね。はい、これはマスアリですね。はい、これで20分の9になりますね。20分の9です。まだ 50% はいってませんからね。今から連チャンしないと 50% は無理ですね。はい、19分の9。さあ20ラック目です。唯一たった一人だけなので、ゴレッチャンが出てない、ゴレッチャン出したいはずなんですけど、ゴレッチャン出てない再びだけなんですね。出したいはずです。さあゴレッチャンに向かって21ラック目です。あーこれ来ましたね。まずは一発目です。一発目のマスガレです。これぐらい、これはどっちに行くの、コンビでしょうかバンクでしょうか。あー薄い、ちょっと心が折れかけています。はい、次は第22ラック目。はい、いや僕もついてないけどいっぱいマスガレできましたよ。僕16ラックしかしてませんからね。今ですか。20分30 45秒経過です。あーこれ来ました。これは嬉しい配置です。思わず笑顔になっています。熱い熱い。さあ22分の9、ここでちょっとペースダウン。23ラック目です。しっかり行かないと。はい、アイスクラッチです。はい、23分の9、24ラック目です。なかなか5連チャンはなかなか出ないと思いますけどね。でも基本やっぱりいい感じでブレイクは常に赤芯を捉えてますよね。さあ20
目。止めました。これはいい配置を期待したいです。だが8番が邪魔。さあこれをどうする。その考えている長考時間がもったいない。おお2番キャノン。これはうまい。さあさあもう座布団まで投げてます。1番カット。おおちょっと助かってる。まだいける。この難球を入れて、あ熱い。24分の9。前回の記録まであと1回です。第25ラック目。23分経過。残り7分。7分で5連チャンですね。はい、いいブレイクです。いいブレイクです。隠れてるのか、これは。これも隠れてるのか。はい、ギリギリ見えてたみたいですけどね。はい、今1,2,3,4,5,6,7ラックのノーマス割り、マス割りなしです。やっぱりこうやって見るとすごく分かりやすい。疲れてきたら出てますよね、マス割りが。はい、徐々に出てきてないですね。はい、はい、場外です。はい、26ラック目は場外。多分あれですね、北谷プロの中でラック数だけは日本一っていうのを目指してるんでしょうね。はい、本当に心が折れてる模様ですね、これ。はい、さあ、第27ラック目、いいブレイクです。いいブレイクです。いいブレイクです。がしかし、8番が邪魔しますね。はい、フロッグ引くのか。ないですね。27ラック目。前回は30分の10ですね。次は28ラック目です。ラックは更新。藤井プロの36っていうのがありますからね。藤井プロは36分の4。ラック数は日本一。はい、素晴らしいです。さあ、これはいけるのか？逆、まっすぐですかね。ああ、いいですね。これはできましたね。やっとできました、10回目。ものすごく嬉しい。ものすごく、また熱いのか？さあ。まあ、この辺はやっぱ得意ですからね。さあ、これは期待できるでしょう。10回目。前回のタイ記録ですね。はい。28分の10です。はい。28分の10。29ラック目です。残り時間4分30秒切りました。さあ、ヘトヘトです。さあ、はい、いい取り出しですね。これはまあ得意とするバンクがスタートですね。はい、おお、これ入るんじゃないですか。入るんじゃないですか。おお、うまいですね。ネクストがないですけど、うまいです。さあ、これここでマサリを出せば5連チャンできます。5連チャンできます。5連チャンできます。入れた。あー、いいですね。もう落ち着きましたね、今のショットね。はい、また熱いです。さあ、ここです。おー、押し抜きましたね。すごい押しです。また熱いです。おーっと、ちょっと厚みが狂っている。おーっと、前回の記録を更新です。29分の11。
まあ、2連チャンですね。さあ30ラック目です。ブレイク止めました。だが6番が邪魔しています。はい、これつくんでしょうかね。はい、はい、アイスクラッチ。はい、2連チャン止まりです。これでちょっと5連チャンの夢は、あー、ありですよ。つかなくて諦めるのもありです。実際あれですよ、北谷プロは前回諦めてましたからね。何回もつかずにつくボール集めてましたからね。いやー、これもこれは見えてますね。サイドカットが見えてます。キズインもありそうですね。サイドカットもあります。あ、6番が入りましたね。まあキスインですね。さあ、ここで31ラック目にしてまた単発が出るみたいですね。11回、これは草野プロと僕と11回なんで、ここでマスアリしたら赤狩山プロに次ぐ2位です。はい、これはマスアリしそうですね。31分の12です。ここで記録更新です。はい、2位です。赤狩山プロに次ぐナンバー2。さあ、残り時間はあと1分ないですね。1分ないです。できて2回か1回、これが最終ラックになると思います。はい、諦めるか。諦めますね、これは。はい、ラストラックになりますね。マス割り32分の12。前回より2回多くついて、2回多くマス割りしてますね。33ラック目です。残り時間があと15�秒。これがラストラックです。ラストです。はい、ゆっくりいくでしょうね、これは。おめでとうございます。これはおめでとうございます。さあ、ゆっくりいきますね。これは確実にマス割りして13回で日本タイ記録に持っていきたいですね。これは冷静についた、ゆっくりついてもさあ、これを入れれば日本タイ記録です。はい、終了です。33分の12、北谷義弘プロのチャレンジでした。さあ、カメラに向かって一言お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。前回の記録より越されました。どうでしたか。きつかったです。すごくきつかったです。はい、はい、でも日本ナンバー2なんで、僕と草野プロを抜きました。はい、またチャレンジお願いします。以上、北谷義弘プロのチャレンジ、30分の座りチャレンジでした。ありがとうございました。
はい、ということで、本日はですね、ごめんなさい、北谷義弘プロの30分マス割りチャレンジに、泣きの2回目、いかがだったでしょうか。12回ということで、頑張っていただきました。で、続きましては、本日特別企画、栗林超人のクッションのことなら俺に聞け第1回、生中継バージョンをお送りしたいと思います。はい、じゃあ栗林プロ、今日はクッションについて教えていただけるということなんですが、皆さんマイク聞こえますでしょうか。聞こえますか。栗林プロの超人のマイクは聞こえますか。 OK ですか。聞こえますか。聞こえますか。はい、はい、はい、そしたらですね、はい、まあ、クッションといえば栗林プロ、はい、はい、今日はどういったお題を教えていただけますか。ワンクッション。ワンクッション。はい。今日はワンクッションで、セーフティーの時に、こういう形だったら、このシステムを当てはめろっていう、なるほど。クッションです。はい。わかりました。じゃあ、システム、まあ、簡単にまずはちょっとお題をやってみてもらいましょうか。はい。まず、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、バンクシステムね。はい。まあ、知らない方に分かっていただけるようにまず説明をしたいと思うんですけれども、このバンクシステムの時に、こっから数字を手玉の数字、的玉の数字というシステムの数字に当てはめればここに行きますよっていうのがビリヤードのクッションのシステムです。で、はい、まず、バンクシステム、ちょっと理解していただけるのになかなか言葉で表せないかもしれませんが、手玉、まず 手前のクッションにあるポイントが手玉の数字です。はい。いいですか？で、こっち側は的玉の数字です。まず、0です。左側が0。はい、0。入れたいポケットですか？いえ、ないですね。ここに入れたいんですけれども、はい、ここは0、4、はい、12、はい、16、20と増えます。4刻みで増えるということですね。はい、はい、で、例えば、これこの形だったら8に手玉がありますよっていうことになります。はい。で、こっち側は的玉です。はい。ここは0です。はい。10、20、30、40、50、60、70というふうに増えていきます。はい。はい。で、バンクを狙うときに、まず、ここが入れたいポケットに対して0という数字を置きます。はい。で、例えば、今ここにある的玉と、ここにある手玉は、的玉が8という数字の場所にあります。なるほど。それは手玉と的玉を結んだ直線上が向こうのポイントと交わる線ですね。そうです、はい、これが、手玉が8の場所にあるので、はい、的玉まっすぐついたら向こうの8の場所にあります。なるほど。そのまままっすぐつけばここの0に来ますよっていうのがバンクシステムです。なるほど、わかります。はい。入れたいポケットをゼロにするわけですね。はい、ゼロにする。はい。はい。で、それで、今、このバンクショットのシステムを手玉だけで使います。同じことですか？同じことです。はい。まず、入れたいポケットに対して0という数字を置きます。はい。で、例えば手玉がここにあります。8です。はい。で、さっきはバンクで狙って0に落としてますけれども、はい、手玉だけでも一緒です。
手玉を8の場所にある場合は的玉の8という数字の場所に手玉を向かわせて芯付きをしてあげれば0に行きます。あ、これ芯付きというのはポイントなんですか？ポイントです。絶対に芯付きです。あの押し回転もかかっちゃいけませんし、下回転、要はバックスピン、ドローショットも かかっちゃいけません。必ず無回転で、はい、強い目のショットじゃないと正確に動きません。じゃあちょっとそれ試しに実演してみてもらっていいですか？はい、いきます。じゃあ僕は今8に狙います。手玉が8にあるので8に狙います。なるほど、そういう感じで、はい、ゼロに変えると。ゼロに変えります。もう一度いきます。なるほど。はい、じゃあ今のが、今8の場所に手玉を置いて、今度は反対にこっちのコーナーに入れたいです。はい。じゃあこっちを0にします。そちらが今度は0になるんですね。はい。はい。で、こっちから10、20、30、40、50、60、70っていう数字になります。はい。で、今のちょっと説明がちょっと足りなかったんですけれども、こっちを0に置いた場合は、ここが0になりますよね。はい。なんで、10、20、30、40という数字になります。で、今はこっちに0っていう数字を置いてるので、こっちが0になります。はい。から、10、20、30、40っていうふうな数字になります。よろしいですか？で、今、手玉が8にあるので、的玉の8、反対側の8の場所に狙って芯付きをしてあげればここのコーナーに入りますよっていうことです、うん、これが12だったら反対側のポイントの12のターゲットポイントを狙って芯付きをしてあげれば0のとこに来ますよっていうシステム、うん、具体的にどういったシーンでそういうのは使うんですか？まず、例えばじゃあ1番がここに穴前にあってセーフティーでこういうふうに直接1番に当てれないってことですね。はい。じゃあこのバージョンでいきましょう。手玉が12にあります。はい。で的玉は当てたいボールは0にあります。なるほどですね。なのでこっから手玉が12 なので反対側の12を狙ってあげると0に来ますよ。0に変えるとっていうことで一回やってみます。あ、ナイスショットですね。はい。まあ今のみたいに芯付きでつくためにちょっと球立ててパンと疲れましたね。はい。あれぐらいの力加減でということです。そうですね。必ず、うん、手玉っていうのは弱くついたり強く突きすぎたりすると押し回転がかかったり引き回転がかかったりいろいろあるので、はい、必ず真ん中の動き無回転の状態で当てるには強くつかないと正確に動きませんから比較的強くつくのが正解で正確に動きますということでした。皆さん分かりますか？藤井プロも、あれ藤井プロどこ？はい、あ、いらっしゃいませ。藤井ちゃんも、ああいう感じで、4、8、12っていうふうに数えるんですか？そうですね。まあ、考えたり考えなかったり。はい、じゃあ、ちょっと分かりにくいかもしれないので、はい、手玉の各ポイントからやってみたいと思います。はい、ワンポイントずつ、こう、数字をずらして、ちょっと一回やってみます。はい、お願いします。じゃあ、まず、4のワンポイントですね。こちらのコーナーが0としてまずワンポイント、ここは手玉は4になります。はい、はい、なので反対側の4の数字、要はワンポイントの半分だったら5になってしまうのでちょっとこっち側ですね、はい、こっちが0なのでちょっとこっち側に向かって芯付きをします。はい、それではいきます。ちょっと今、右ついてしまいました。はい、もう一度いきます。はい。
じゃあ続きまして8の場所にある場合、はい、手玉が8だったら反対側はの10ずつ増えていきますので、ここが8になりますね。はい。ここが8になります。ここがワンポイントです。ここが8になります。ここに向かって進んでいきます。ちょっと、あ、ちなみに、クルガイソル、手玉は、そのクッションにぴったりくっついてないとダメなんですか？いえ、くっついてなくても大丈夫です。はい。はい、例えば中くらいのところに浮いてたらどうなるんですか？じゃあここにあったとしましょう、はい、要はその延長上がライン、はい、ライン上だったらいいってことなんですかね。手玉も、はい、まず手玉をこう結ん、反対側のチョークッションと手玉のチョークッションをまずこのように結びます、はい、で結んで例えば、じゃあここにあるボールを、はい、8だと思って、はい、8に合わせると反対側は8ですけれどもこっち側は違いますよね、はい、はいはいはい、ここ8という数字9になってますよね、はいはいはい、この数字が比例しないと入りません、まあ、ちょっとでもずれてしまうと、うん、全然違うところに行ってしまいます。なるほど。そのライン上だったらいいってことですか？はい、そうです。例えば、この数字を4、8、12と分けて大雑把に分けてしまってるから細かい数字が見つからないだけで、はい、細かく分けたら4段階ずつ上がってるのでここは0ですよね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、9、10、11、12という数字になりますね、うん、じゃあこの位置からだったら9に狙ったらぴったり一致しますね。ちょうど9に来ますよね。なるほど。で9と9を結んで芯付きをすれば0に行きます。ああ、はい、そしたらちょっとフットの近くの方でちょっともうちょっとずらしてみてもらっていいですか？じゃあこっち側ですか？いえいえ、あのそのライン上の、いえいえ、左のその9のライン上に、はい、フットにずらしますね、はい、このまま、はい、ずらします。はい、こうなると、はい、手玉は8なのに、はい、狙ってる方向は20です。はい、これでは、全くシステムに同じ数字じゃないので0にはいきません。なるほど。そう、まあ要は同じ数字を探すというのがポイントということですね。そうですね。うん、でまず手玉のその手前側の数字と狙う方の数字を間違えたら、はい、全く違う方向に行ってしまいます。なるほど。そのゼロには必ず行きません。なのでまずそのポイントの数字をしっかり覚えてもらう。はい。で的球もしっかり狙う方、突く方の数字をちゃんと覚えていただくことが一番大切です。あ、はい、わかりました。それではまたちょっと少しずついきますね、はい、じゃあ次12にあります。12にあります。 C1 が C2 が C3 12ですね、はい、はい、じゃあ12と12を結びます。はい、ちょうどいいですね。12と12はちょうどいいですね、はい、なのでそこに向かって芯付きをすれば0に行きます。はい、はい、続きまして16です。16です。ここがちょうどポイントの間ですね。ここがポイントになります。はい。ここが16です。で、ここからだったら、16に結んであげれば、0に行きますよっていうことです。じゃあ行きます。結
構システムって知ってるようでね、皆さん知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけども。そうですね、僕も結構最近知ったんで、はい、意外と僕 B 級ですけどね、 B 級以下の方にとってはすごいいい話なんじゃないかなと思うんですけども。それでは、はい、今度超クッションじゃなくてタンクッションに行きたいと思います、はい。タンクッションだったらポイントが少ないので分かりやすいかもしれない。じゃあまず、はい、ここです。これも一緒です。それも一緒です。それもドーンとつくんですか？はい、そうですね。無回転の動き、なるべく強く真ん中をついてあげることが一番です。ちょっとでも右とか左をついちゃうとやっぱり狂っちゃうので、はい。じゃあまずここに手玉があります。はい。で、狙いたいポケットはここです。はい。はい、ここに手玉を持っていかせたいです。ですね、はい。ここはゼロと置く。はい。で、こっちは、要は狙う方はあっち側です。はい。で、あっち側のポイントは、ここはゼロなので、あ、こっちがゼロなので、10、20、30、40という数字になります。さっきと同じ要領ですね。そうです。はい。で、こっち側になったら、ここが16、はい、こっちからいった方がいいですね。0から4、8、12、16です、はい。じゃあ今手玉は16にあります、はい。なので狙う方の16と、はい、手玉を結んであげると16という数字が出てきますよね、はい。16にまっすぐつけば0に行きますよっていうことです。あ、なるほど。それでは行きますね。やってみてもらいましょう。なるほど、すごいですね。はい。じゃあそれでは次12で行きましょう。はい、ここで行きましょう。ワンポイント中に入ります。はい、ここから12を狙ってあげれば0に行きますよってことです。これもちろん多少の誤差っていうのはあるんですか？多少の誤差はありますね。ちょっとでも強弱があったり、はい、右ひねり左ひねりがちょっとでも入ってしまうとなかなか正確には動きませんけれども、基準に狙う基準になるので、じゃあ一つの目安ということで、はい、そうです、考えた方がいいんですかね。はい、これは僕は僕もよく使うんですけれども、すごい役に立ちます。はい、ここでじゃあ12のバージョンで12狙ってみたいと思います。9を結構立てて中心に立てますね。今右つきました、まあ、もう一度行きます。前回転も入りやすい場所に手玉がつかりますね。そうですね、あれをバシッとつくのはちょっと難しいですよね。なるほど、はい、まあそういう感じで来るということですね。続きまして、もうワンポイント中に入ります。ここだったら、8という数字になりますね。はい。手玉は8にありますんで、はい、あっちの8を狙って、芯突きですね。ああ、本当ですね。はい。はい、じゃあこれは同点を合わせるのは難しいです。そうですね。じゃあもう一つワンポイント入りますね。はい、じゃあここだったら4です。はい、じゃあ反対側の4に狙って芯突きです。なるほど、結構ね皆さん見えないと思うんですけども、縦球で難しいですね。これは難しそうです。ナイスです。うん、素晴らしい。はい、あ、なるほどなるほど、はい、はい、はあ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 、
なるほど、応用編ですね。超人、そしたら、手玉もうちょっと画面ギリギリなんで、もうちょっと手玉前の方に、はい、そうですね、そういう感じでついてもらってもいいですか。はい、そうですね。と手玉の数字を当てはめます。向こうに狙う数字とこっちの数字を当てはめます。10ですね。はい、だいたいここだったら8なんで10に向かってますね。なるほど。じゃあ10に向かって、10は向こうでいうワンポイントなので、10に向かって新突きします。皆さん分かりますかね。こう、あ、素晴らしいですね。4、8、12の場所じゃなくても、今みたいに中間の場所は中間の場所で、はい、1刻みで見ればいいんですね。じゃあここで行ってみましょう。ここだったら15ですね。15です。はい、だいたい15です。じゃあ15に新付けをすれば0に行きます。それではいきます。はい、ああ、なるほど。こういうシステムっていうのはプロの方は皆さんやっぱりご存知なんですかね。なんかよく鏡とかいう狙い方もなんか聞いたことあるんですけども、はい、そこら辺はどうなんですか。はい、それは弱くついた時のバージョンですね。うん、強くつくときと弱くつくときっていうのは、すごくビリヤードのクッションはすごくこう変則的に動いてしまいます。その縮んだり伸びたり、それが強い弱いだったり、右だったり左だったり、上だったり下だったりっていう原因があるので、真ん中をつく、でも弱くついたら開いてしまうっていうときに、僕は例えばそのクッションが跳ねるテーブル、跳ねないテーブルっていうのがあって、はい、でも強くつけば大体似たようにしか動きません。あ、だから試合で僕は困ったときは、例えばじゃあこういうさっきと同じように、こういうふうな形で9番が狙えるところに行けば、9番が狙えるっていうことは、もう本当にその知らないテーブルに行ったときは、なるほど。ってことはコンディションにこう左右されないっていう、あ、されにくいということですね。あーはーはーはー、はい、強弱も同じということですね。あ、あ、なるほど、すごいですね。まあ、まあ、では次回は、ぜひたくさんありますのでね、はい、次回の放送の時には他の、クッションのこと、はい、また聞いてみたいと思いますので、はい、それでは、そろそろ時間になりましたので、はい、エンディングに、はい、はい、参りたいと思います。以上、栗林超人のクッションのことなら俺に聞け第1回で、はい、でした。はい、栗林プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、非常に分かりやすい説明でした。分かりにくかったですかね。はい、ちょっとまあそのクッションの説明をするときに、なかなかその、はい、ね、その力加減が違ったりだとか、右ひねりが入ったりとか左ひねりが入ったりとかって言って、正確に動かないっていう方もなかなかこう中にはね、はい、すごいいらっしゃるんですけれども、はい、必ず中心をつくことができればこのシステムを活用できます。はい、で一度やってみてください。はい、いっぱいクッションついてください。はい、はい、でしっかり覚えていけば、はい、必ずシステムに当てはまるので、はいはいはい、それでは、北谷義弘プロの、泣きのマス割りチャレンジの、はい、結果を発表いたします。はい、結果はマス割り12回、はい、で、見事当選された方は愛知県の浦超人さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、裏超人さんには、ジャストドゥイット特製のステッカーをプレゼントいたします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。それ弟の弟の弟みたいな北谷義弘プロの弟、はい、弟さんですね。はい、はい、弟さんの、秀隆プロの30分マス割りチャレンジを中心にお伝えいたします。さようなら。